おはようございます。僕たちジキタリスの帽子をかぶった5人兄弟です。お兄さん、お姉さん、お兄さん、お姉さん、そして末っ子の僕です。今日はお天気もとってもいいから、みんなでピクニックに出かけようと思うんだよ。お花がいっぱいだし、他の花さんにも会ってみたいもんね。うんうん。じゃあ朝日の中出発しよう。おさん、白ですけれども、なんとなくこの始まりはブルーというか、黄色とブルーみたいな別の花みたいに思いますね。かわいいです。虫群がってる、確かにすごいね、わかりやすい。虫がさ、これは和ハッカ、ね、日本ってこと、和東洋ってこと、和北海道、カモミールですね。お花のとこを使うんですかね。お花の黄色いところをハーブティーに使う。そうなんだ。Thank you.
ています。そしてその夕焼けの、光に庭が少しだけバラ色、ピンク色に照っています。不思議、綺麗だなと思って眺めています。なんとなくほんのりバラ色ではないですか、ね、気のせいではないですよね。とってもいい色です。光というのは素晴らしいですね。今日植えた、この日日草さんも、もう夕日色になっています。日暮れにこんばんは、しおです。いつもはね、綺麗なお花、一番綺麗な時をこうやって撮るのがね楽しいですけれども、今日は、お花を終えた植物さんたちを、ご紹介します。こちらは4月にね、赤い綺麗な花を咲かせてくださったチューリップさんの球根です。もう葉っぱがねこんな風になってきましたので、今日掘り上げてみました。いいですね、まるまると、まあ、良い球根です。また初冬、どれだけ咲くか分かりませんけれども、また初冬に植えてみようと思います。それからこちらはカレンデュラさん、ちょっとオレンジ色の花のカレンデュラさん、こんな風にね枯れまして、しかしね、しっかりとこう種を、つけてきてくれています。このね、丸っとしてる感じなのが、種ですね。はい、いっぱいついてますね。はい、こちらをですね、まだ若いかなとも思うんですけれども、留守番ガーデンはこのあと雨が続いちゃったりすると種の状態悪くなるやもしれませんので、こういう感じでこの辺りからカットして紙の袋とかに入れて、室内で乾かしていこうと思います。ね、私はこういったお花を終えて、枯れながら種をつけていく、球根を太らせていく植物さんの姿もとっても美しいと思っています。はい、しおでした。ブレンドして、作る、お友達ユミさんが庭に来てくださったんですが、私が何気なくすごく粗末に扱っていた和ハッカ、日本ハッカ、ミントですね、北海道でしか育たないって聞いたのよと言われてから、がぜんそうなのと思って、ありがとうと思って大事にしようと思っています。またちょっと株を増やしていこうと思います。
ね、人間って不思議ですよね。なんかそういうの聞くと急になんか宝に見えてきたりしてね、不思議です。この大きなミツバチさんはずっと今日お庭にいてくれるんですけれどもね、ミツバチじゃないですよね。ね、元気いっぱいです。そしてとっても大きい、カナブンぐらいの大きさがあります。まあ一瞬ね、あの行ってしまわれましたが、一瞬あのスズメバチさんが来たのかなと思って、あ怖いなんて思ったんですけど、なんか今の方は安心な方のような気もいたしました。はい。なんか庭を、まあ、こうやってあの遠距離庭仕事をするようになって3回目の春なんですけど、あの今まであんまり昆虫のことも意識しないで暮らしてきて、もともとそんな虫が怖いとかいうあの人では私ないんですけれども、こうすごく興味を持ってあの観察するようになってきました。ついこの間はファーブル昆虫記を、近くの図書館で借りて、まずあのフン転がしのところ一巻を読んだところでございます。はい。なんか思わぬいろんなことをね、あの庭が興味を持たせてくれて、今からあの草取りをするんですけど、もうこの雑草さんと呼ばれるものもだんだん名前とか、そういうの、あこの季節にはこの方があのわーっと芽を出すんだなとか分かるようになってきて、まあ何の役に立つのかって言われたら立たないかもしれませんけど、なんか楽しくなってきました。5月がそろそろ終わりになります。次に庭へ行くのは6月。どんな表情を庭は見せてくれるでしょう。夏至の日へ向かう庭、私はそこでまたたくさん遊びたいと思います。私たちはカンパニュラさんのドレスを着た三姉妹ですよ。見て、ほら私のこのドレス薄紫、見て私のこのドレス淡い紫ラベンダー色、私は濃い紫よ。バイオレット姉妹と呼んでください。